もゆきです。今日はアイビス様ダッシュとクイーンステークス予想していきたいと思います。ぜひ参考にしてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今週受賞3つあるんですけど、新潟ジャンプステークスが土曜日にあるんですけど、そっちは私やらないので、アイビス様ダッシュとクイーンステークスだけ予想発表していきたいと思います。まずクイーンステークスの方からいきたいと思います。1008の G3 牝馬限定戦出たよ。本命ね、いきます。回り回って本命はドゥーラ。はい、札幌適正で今回考えた結果、このメンツの中だとドゥーラが適正でいうとトップクラスかなと思いました。で、今回鞍上ともやっぱ手が合う鞍上が乗ってくれるっていうところも信頼ができるし、最軽量ハンデっていうのもいいかなと思いました。51キロは好条件です。はい、で、買い目なんですが3連続フォーメーションでいきたいと思います。ドゥーラから2列目にサトノセシル、ジネストラ、3列目にライトクオンタム、トーセンローリエ、ルビーカサブランカ、ウィンピクシス、コスタボニータ、ジネストラ、11点でいきたいと思います。いや、ルビーカサブランカとコスタボニータを切ってドゥーラから一等軸で10点っていうのも考えてたんですけど、ルビーカサブランカとコスタボニータの鞍上が怖すぎてフォーメーションにしました。やっぱルメールさんと増山さんはちょっと切るの怖いなっていうところですね。当日の馬体見て、まあ、切ったりする馬も出てくると思うんですけど、一旦これでいきたいと思ってます。で、サトノセシルは昨年このレースで2着というところで、まあ、7歳の馬なんですけど軽視はできないかなと思ってます。で、注目してるのはライトクオンタムです。新山記念の時にぶっちぎりやったかな、一番人気になってて、私は正直新山記念の時ライトクオンタムの一番人気を見て過剰人気かなと思ってたんですよ。で、実際私の本命はペースセッティングだったんですね。その時2着だったんですけど、で、まあ、小頭数とはいえ結果ライトクオンタム新山記念で強かったんですよね。で、その後の桜花賞とオークス、これを大敗大負けしてまして、やっぱ新山記念の時は過剰人気やったんかなとか思ったんですけど、今回また武さんが乗るし52キロで出走できる、これは嬉しいことだなと思います。ライトクオンタムは馬が小さいので、やっぱ鞍上が軽ければ軽いほどまあ軽いに越したことはないという点があるんですよね。で、今回、馬体が、まあ、オークスぶりのレースになるんですけど、馬体が増えてきているのであれば単独勝負も面白いんじゃないかなと思って、ちょっと楽しみにしている一頭です。次、アイビスサマーダッシュ。これはね、1年間通して一番枠順見てから予想したい重賞なんですけど、まあ今木曜日でまだ枠順出てないんで、とりあえず、フラットな前予想ということでいきたいと思います。本命オールアットワンス去年のアイビスサマーダッシュぶりマジでちょうど1年ぶりなんで、まあパドックは必見なんですけど、21年おととしのこのアイビス様ダッシュを買ってる馬、一番人気で買った馬で、昨年はまあ6着で負けてるんですけど、1年間の休養でどれぐらい成長したかすごい見ものだなと思ってます。一応ね、休養があったのでちょっと馬の状態とかを調べてたんですけど、調べてる感じで言うと馬体はかなり成長してるんかな。追い切り終わった時点で馬体が476キロ、やばいですね。ちょっと楽しみ、まあ、当日ねちょっと減るとは思うんですけど、馬体に厚みが出て、まあ、この胸前の筋肉とかついてきてるんやったらいいんじゃないかなと思って、まあ、めっちゃパドック楽しみで、買い目なんですけど3連続一等軸でオールアットワンスからジャングロ、マウンテン娘、あとは外枠3頭でいきたいと思います。10点ですね、10点勝負。オールアットワンスとジャングロとマウンテン娘、この3頭が、まあ、外枠に入った場合はまたちょっと考え直すんですけど、一旦、オールアットワンスからジャングロとマウンテン娘と外枠3頭という感じの3連複10点勝負でいきたいと思います。いやー、アイビス様ダッシュちょっと今週見に行く人いますか、新潟。ちょっと本当楽しんできてください。新潟のアイビス様です。やっぱ先着ってまだ見たことないんで、来年か再来年ぐらいにサロンのオフ会でアイビス様ダッシュとかやって来てくれる人がいるんだったら、ちょっとそこでオフ会とかしたいんですけど、はい、まあまあそれはまた時の流れるままに任せますけど、あ、とりあえず行く方いたら楽しんできてください。あと、アイビス様ダッシュの当日の買い目知りたい方はサロンの方に参加するか、公式 LINE の方概要欄から追加しておいてください。パドック診断はもうサロンです。買い目は一応アイビス様ダッシュの方はこのなんか外枠3頭プラスとかいう感じの発表してるので、一応 LINE の方に当日配信しようと思ってますので、概要欄から公式 LINE 追加しておいてください。それではまた来週予想動画でお会いしましょう。バイバーイ。